アブドゥルラティフ・ジャミール・ヘルス社は2022年3月にドバイで開催された国際ヘルスケア会議ヘルス 2.0 にて表彰されたホロアイズ社と杉本先生に心から敬意を表します。30カ国以上300名を超える医療従事者が医療イノベーションのさらなる活性化を促進するイベントヘルス 2.0 に参加しました。パネルディスカッションの一つであるバーチャルケアはどのように進化するのかに代表取締役 CEO 兼 CMO である杉本真希医師がホロアイズ社を代表して登壇し、医療業界における革新的なバーチャルリアリティ技術とその活用について提案しました。杉本医師はホロアイズ社の革新的な技術の普及、医療分野での目覚ましいリーダーシップが評価され、アウトスタンディングリーダーシップ賞を受賞しました。またベストカンパニー賞の受賞時にホロアイズ社の取締役 COO 兼 CSO である新庄健一氏はアブドゥルラティフ・ジャミール・ヘルス社のマーケティング活動及び代理店パートナーであることに感謝の意を述べてくださいました。アブドゥルラティフ・ジャミール・ヘルス社は常に技術革新と改善をする姿勢と最先端医療と医学教育を必要とする人たちのために活動しているホロアイズ社との継続的な業務連携に誇りを持っています。